はーい、こんにちは。沖縄おばばでございます。みけさんですね。はい。はい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 、はい。ねえ、ええー、とですね、実は、えーちょっとね、えー、午後からは、えー、公園周りやってました。公園を回って何をやっていたかというと、タンポポを取っていました。はい、ね、根っこから取っていました。結構ね、タンポポってね、 あるようでないんですよ、はい。えー、それで二つ公園を回って、えー、ちょっとね、土が最近ずっと、梅雨でね、雨降ってたんで、土が柔らかくなってたんで、えー、結構あの根から、根っこから取れました。はい、えー、家の今、あの、プランターに移植したところです。はい、えー、タンポポはね、あのー、 いろいろねこ、漢方薬なんで、えー、具合が悪くなった時にね、ちょっとこれをこう、刻んでね、お,おかゆさんに入れたりとかね、いろいろできますので、えー、何かといいです。これは雑草とみなさない方がいいです。これでね、なんと、C 国の人は、えー、岩石岩尾さんを直した人もいます。このタンポポで。はい。なので、えー、一つのね、プランターはタンポポを、 なんていうのかな植えて、えー、まあ、移植して植えようと思ってたんで、えー、種なんて売ってませんからね、タンポポの種なんてね。はい。えー、そういうことで、えー、今日はあゴンからね、ちょっと公園を回ってタンポポを採取しておりました。はい。えー、ついでにね、あのー、帰り道にあるイオンに、えー、寄ってきたんですけど、えー、まあね、えー、日曜日のせいだとは思うんですけど、 非常に、えー、品薄になってました。はい。多分日曜日のせいだと思います。はい。えー、まあまあ、こんなに品薄には普段ならないのにね。えー、結構な品薄になってました。はい。えー、まあ人も多かったですね。でね、やっぱりなと思うことが一つありました。はい。実は、イオン今までね、あのマックスバリューなんですけど、注射料金取らなかったんですよ。はい。 えー、それが最初の1時間かな、30分かなで無料で、えー、長くいると駐車料金を取られるようになりました。はい、あの、駐車のね、あのー、駐車カードっていうんでしょうかね、あれをこう、あのー、取るみたいな感じになってますね。あのー、なんか普通のね、駐車場みたいな感じになって。はい、えー、なのでね、えー、これびっくりしましたね。はい。 えー、いつからこうなったのかはしばらく言ってなかったんでね、わかんないんですけど、えー、まあ、ついでにね、えー、猫、ね、のものもい,いろいろ買ってきました、缶詰類ですね。はい、えー、まあ、マックスバリューの、あの、缶詰見たら、あの、ベトナム産なんですけど、えー、まあ、そんな、 あ添加物とかそういうのがほとんど入ってなかったんで、とりあえずあのお試しに買ってみました。はい、猫、ね、のものもね。はい、えー、そんな感じで、そんなこんなでね、えー、ちょっと午後から出かけて、えー、いろいろやってたんですけど、えー、まあ、これから本題です。すいません。 はい、えー、これは多分貼れると思います、えー。ナチュラルのニュースさんからですね。ナチュラルなね天然のニュースさんからです。えー、FRB がですね、えー、どうも次回の FRB で0.75%の利上げになるというは、なんかそういった予想を立てています。まだ発表にはなっていませんけど、多分利上げするだろうということで、えー、これからね、 えー、大変なあことが起こると、アメ国の中でね、利上げすると、多分ね、あの、住宅ローンがはな払えない人が続出する。つまりですね、あの、利益の満々のね、ショックのあれの、多分、はい、再来となる可能性が出てきたということです。そしてですね、えー、値上がりするものは他にもあって、年末です、年末、えー、年末ね、 これ、アメ国での話です。日本だともうちょっともしかしたら上がるかもしれません。場合によってはね、えー、ガソリンが、1ガロン、1ガロンですからね、1ガロン1000円になるという、あ、1000円、まあ、あの、10ドルですね。はい。えー、ガソリンが、1ガロン10ドル。はい。そして、多分ね、ディーゼルの方は、あ 同じね、1ガロン、多分、10ドル以上になるだろうという予測を立てています。はい、えー、これね、あの、意外と信憑性あると思,思ってます。結構ね、今でもね、えー、値上がりしてますからね、オイルは。はい。えー、それで、えー、昨日ね、えー、貼ったように、アメ国最大のね、えー、石油生成所が、 はあ、廃業になってしまいますのでね、えー、この、おなていうのかな、予想は、あ本当に、えー、理にかなっているんじゃないかと思っております。はい、えー、そういうことでね、えー、燃料費が上がると全部、負担が増えますね。はい、なんせ輸送されるものすべてが上がりますし、また、あ発電ですね。 発電に使う燃料も上がるので、電気代やら何やらも全部上がってきます。上乗せです。はい。えー、なので、本当にこの年末ね、年末が勝負です。なので、年末までにね、はい。えー、私たちはいろいろ準備しないといけません。はい。えー、これに遅れてしまうととんでもないことになるんじゃないかと思ってます。はい。えー、そういうわけでございます。はい。えー、年末に向けてね、徐々に徐々にやっていきましょう。 はい。そして年末以降、多分ね、来年の初めぐらいに人が殺到すると思いますけど、その時私たちは本当に何度も言いますけど、おうちに居ましょうね。はい。そういうことでございます。 はい、えー、今日はね、えー、タンポポなんかをね、ちょっと取って、まあ、あ土だらけになりましたけど、爪の中、土、土、土、爪の中がね、手の爪が土で真っ黒になりましたけど、はい、えー、ちなみに、あの、 えー、タンポポを採取してるときにね、親子連れの人からね、えー、タンポポを取ってどうするのみたいなこと聞かれたんで、いや、あ、お家でね、育てるんですよ、プランターで、みたいなこと言ったら、えー、タンポポって美味しいんですかみたいなこと聞かれて、いや、あの、タンポポコ,コーヒーとかね、葉っぱとかね、お茶になるんですよ、検索してみてくださいね、って言って、<laughs> まあ、ああ、 子供,子供とね、えー、お父さんとね手つないでたんですけどはいそういった会話をしてきましたはいまあ楽しかったですねはいえー、たまにはねこうやって、えー、公園をね、えー、まあ雑草なんでね誰もあの文句言いませんので、はいえー、そういうわけでね、えー「とりあえず植え替えしました」はい「プランターにたんぽぽ植え替えしました」「これが根付いてくれることを私は祈っております」 はい。そういうわけで、えー、皆さんね、またごきげんよう。沖縄おばばでした。